兵庫県立鈴蘭大西高等学校は、兵庫県神戸市北区成子三丁目にあった県立高等学校。略称は西高、鈴西兵庫県立鈴蘭大高等学校との統合に伴う兵庫県立神戸鈴蘭大高等学校の新設により、新流生の募集は2006年度を最後に打ち切られ、2009年3月31日をもって閉校した。高知は、 鈴蘭大西方の丘陵地にある。南側は住宅街に面し、神戸悠々の里が隣接する。北側は谷になっており、神戸電鉄青線が走る。校舎は管理棟と普通教室棟、特別教室棟からなり、渡り、廊下などでつながっている。もに1980年竣工で、管理棟は地上4階、東屋2階、生徒棟は地上4階である。 1977年、北区の人口増加を背景に、兵庫県高等学校急増対策協議会において、高等学校の新設の必要性が認められ、設置が決定する。1980年に、兵庫県立鈴蘭大西高等学校が設置された。しかし2000年頃から少子化が顕在化し、県の財政も厳しいことから、 神戸第二学区内の県立高等学校6校を、統廃合によって5校に再編する方針が、教育委員会で出された。当初は、両校の距離が、約300メートルと最も近い、兵庫県立兵庫高等学校と兵庫県立夢の大高等学校の統合が模索されたが、両校はそれぞれ旧正中学校と旧正高等女学校の流れを組む学校であり、 統合に強く反発した。そこで直線距離でも約 2.5km あるものの次に距離が近い鈴蘭大西高校と兵庫県立鈴蘭大高等学校の合併が提案された。2006年両校の統廃合が発表されると県立高校の再編が地域住民に十分な説明のないまま進められていることについて県教育委員会に対し改めて説明と 党配合の考え直しを求める反対運動が行われた。2007年、募集が停止され、2009年3月をもって廃止された。後地利用については廃止後も動きが見られなかったが、2017年、今後の用途が決定するまでの間、神戸市がグラウンドを、兵庫県から暫定的に借り受け、グラウンドの管理、運営を行う団体を、 プロポーザル方式により公募することとなり、公募の結果、神戸北スポーツ推進協会が選定された。いずれも、廃止時のデータ。兵庫県神戸市北区る子三丁目一番地神戸大、に学区自由学区校訓校訓は、姿勢、協調、創造である。交渉帰国子女の生徒も受け入れており、オーストラリアへの海外留学や3ヶ月間の中期、海外留学プログラムがある。 トータルコミュニケーションコースを開設し、意思疎通のできる国際的な人間を養成する。ボランティア活動を積極的に行っていた。2004年には、こうした活動により、兵庫県クスのき賞を受賞している。6月には、文化祭である西高祭りが行われた。ほとんどの生徒が進学し、主に兵庫県内、及び近畿圏の大学や専門学校へ進学をしていた。 著名な出身者、ありがとうございます。